ガーシュウィン賞のメダル。ガーシュウィン兄弟が描かれている。2007年にポール・サイモンに贈られたもの。ガーシュウィン賞はポピュラー音楽で世界の文化に大きな影響を与えた作曲家、演奏家に贈られる賞。正式名称はザ・ライブラリー・オブ・コングレス・ガーシュウィン・プライズ・フォーポピュラー・ソング。2007年から米国議会図書館が受賞を開始した。賞の名前は アイラとジョージのガーシュウィン兄弟にちなむ。第1回の受賞者は、ポール・サイモンで、その際の記念柄コンサートは、DVD 化もされた。第2回の受賞者には、スティービー・ワンダーが選ばれ、同年2月25日にホワイトハウスで、受賞式とコンサートが行われた。第3回の受賞者は、ポール・マッカートニーに決定し、同年6月2日、受賞式とトリビュートコンサートが、 ホワイトハウスで開催された。第4回の受賞者には、バートバカラックとハルデビットが選ばれ、翌年5月9日にホワイトハウスで受賞式とトリビュートコンサートが行われた。スティービー・ワンダーにメダルを贈るバラク・オバマ大統領。ありがとうございます。